はい、ここは駐車場ですね。で、登山口大山 5.8 キロ、三峰山4キロ、すすがやバス停が3キロですね。はい、駐車場は5台、6台、7台ぐらいかな。はい、出発していきましょう。あれ、台湾にピンクテープがあるんだけど、こっちにもピンクテープがあって、ここにあって、ここにもあって、向こうにもある。どういうこと？こっちじゃないのかな？ああ、そこにもあるな。素直にこっちなのかな？ちょっと地図見ますか。こっちだ。このピンクテープは登山道じゃないみたいですね。はい、こっち進んでいきましょう。狭いところが多いですね。さっきは柵を作っててくれたところもあるんですけど、こう足場が斜めになってて危険だな。危険なところが結構多いですね。まだまだ続きそう。また狭いところに来ましたね。お、鎖だ。鎖をつけて、よいしょ、くれてますね。まあ落ちても死ななそう。まだ不動尻までね、結構距離あるんですよね。分岐ですね。向こうが何だろうな。広沢寺温泉。ここの道はね、山と高原地図にはないですね。
結構立派な橋がかかってますけどね。これなんだろう。もうトイレだ。へえ。うん。あ、綺麗そう。よし。不動尻までまだ少し歩きますね。ここがね、不動尻ですね。大山、三峰山、こっち。見た限り、トイレはないですね。山と高原地図だと、ここにトイレって書いてあったんだけど、さっきのところでしたね。大山山頂 4.0km。通行禁止。こっちか、こっちですね。いや、天気良くなりましたね、また。よし、行こう。あ、ここが分岐ですね。右が物見峠、三峰山で、左が大山 3.9 キロですね。こっちだ。しんどい、しんどい、急坂続きですね。今ね、地図を見たらね、まだ全然来てなかった。まだまだ急坂が続きますね。まあ、歩きやすい道ではあるんだけど、ちょっとしんどいですね。
大山 3.0 キロ、しんど、すごい急坂続きですね。ここからね、多分ね、なだらかになる。地図にそう書いてあった。あー、でもまだまだ登るんですけどね。よし、一踏ん張り。雪が増えてきましたね。で、いつの間にかね、巻き道に入ってましたね。一瞬あれこれ登んのかな、横かなって迷ったところがあったんですけど、おそらくそこですね。特にこっちがどっちで、あっちがそっちでみたいな標識はなかったですね。まあゆるゆると唐沢峠に行きましょう。唐沢峠かな。いや、急坂の後のトラバース道、結構細いところが多かったですね。よし、ちょっと休もうかな。雪がね、この先出てきそうなので、チェーンアイゼンをね、つけようと思います。休む。行きますか。これがね、大山なんですけど、アンテナとか見えないですね。さて、ここからは雪が増えそう。チェーンアイゼンもつけました。登っていきましょう。足元に気をつけて歩きましょう。あ、柵ですね。さっきもありましたね、柵は。そんなに危険でもないかな。
989のピークですね。のどかなところで、これが大山、まだ結構登りそうかな。こうか、こう行ってこうかな、行こう。はい、不動尻分岐ですね。ここか。大山山頂 0.6km、 もうすぐだ。いや、最後きつかったですね。最後は結構な急坂だった。よし、あと30分かな、コースタイムで。着きましたね、大山山頂。こっちは通行止めですね。今ね、工事中なんですよ。凍結してます。ショーだけ使用できます。大の方はチャミエチ線に声をかけてください。眺めがいいですね。お疲れ様でした。工事はね、まだまだ終わらない雰囲気。
ああ、茶店もやってますね。まだね、珍しく今日は午前中なんですよ。で、こっちが表参道ですね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。感想なんかはね、コメントでいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で、2日続けて大山。